何審判やってそう。野球少年会応援団。しかも足腕むき出し。どうしよう。どこをどうするかな。あの辺メインで撮った方がいい。まあ、やってる人は分かるか。しかもどうせ大画面の方がいい気がする。確かに鳥かごあれみたい。すごい。エリエスのママと今日ドッジボールの話をした。エリエスのママとドッジボールの話をした。ドッジボール、ドッジボールって怖いよねって話した。怖すぎるよ。なんか運動ができないと苦手みたいな。なんかドッジボールも逃げることとかで最後の一人になった時の恐怖やばいよねって話した。どんな話なんかドッジボールなんか、でもいっぱい話した。面白かった。後半8割くらいミルクがすごい変だよね。俺の病、ボケ品大丈夫、私もボケ品だから。これで枠作れたらしい。それはすごい。え、枠作れる？枠作れない。一回練習したことあったけど断念した。
勝でほぼクォーターだったよね。その時に自分プレイできないの悔しそう。感じですよ。感じかな。わかんない。忘れた。いいね、1年生人数のバランスよくない？ディズニーめっちゃ楽しみ。いやそれマジ楽しみだわ。体力待つかな。ババア頑張ろう。ちょっと引き挟めない。それさ、髪を挟みたい。そうそう、お昼ぐらい、お昼ご飯食べてちょっと1時間休憩しようみたいな。ランドだから。確かに。え、ランドか。ティーンタイム。ティーンタイム。私ディズニー全然来ないのに超久しぶり。なんか週ばっか行ってた。入ってきてが出た。セーフディズニーやばい。おい、やばいの。1個持ってるわ。王道のやつ。うちあるの見たよね。金鉄だから買えないわ。持ってこう。